皆さんこんにちは。じっちゃんね、無事帰還しました。でね、私のさ、ファントム3くん、もう下は違うけど、下はね4なんだけど、ファントム3くんがさ、私のミスでね墜落しちゃったんだよ。で、水の中とかさ、もう回収してもどうにもならないであればさ、もうじっちゃんもね諦めるんだけどさ、即じっちゃん諦めもね早いのよ。即諦めるんだけど、岩場にさ落ちたんだよ。でそのままドーンと落ちたんじゃなくて、枝に引っかかってさ、ガサ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 っと途中の枝に当たりながらコトンとね落ちただけなんで。でもさ、じっちゃんの体力と足ではいけそうもないんだよ。とてもじゃないけど、まあ普通の人でもいけないって思うんだろうね。それでさ、なんかルートないのかなと思ってね、この下のファントム4を飛ばしてさ、ルートを探したんだよ。じっちゃんでも行けるようなルートはないかってね。でその近くまで行けそうなルートはさ、が分かったんで、あ、これだったらじっちゃんでも行けるかなっていうようなルートがあったんでね。まあでも上空から見るのとさ、実際その現場のね、そこを見るのとは大違いだからね。まあでも行けそうだから行ってみるかっていう。おまけにね、このファントム君が見えてるんだよ。ずっと見えてて、お家に帰りたいってね、泣いてるような気がしたんだよね、もうね。もう、このこともね、どんぐらい付き合ってるのかな、2年ぐらい付き合ってるのかな。この前のはね、壊れたんだよ。で、壊れたんですぐこれを買って、それからずっと付き合ってるんだけどね。で、ファントム4も持ってるんだけど、その間にもう一機買ったんだよね。それはね、不具合だったんだろうね。調べてさ、いろいろこう送ってきたからチェックをして、さあちょっと試験飛行してみようかなと思ってね。その広いとこに、広いとこっていうかね、湖のとこに行ってね、ちょっと試験飛行だけしようと思ってやったら、勝手にどっか飛んでいっちゃってさ、多分湖に落ちたんじゃないかなと思うんだけどね。だから試験飛行だけでしかちっちゃ見てないっていうのが1機あるんだけどね。あとこの2機は元気で飛んでるんだけど、まあだから機械もんだからね、人がいるとこではね飛ばしたくないんだよ。今朝もさ、そのルートを探そうと思って早く飛ばしたんだけど、本当はねもっと早く6時かね、それぐらいに飛ばすつもりだったんだけど、ここはさ霧が出てさ、霧がすごくてさ見えなかったんだよ。だからもうしょうがないから、霧が晴れるまでね待たないとどうしようもないよなと思って。何時頃だったかな、8時、8時過ぎか、8時頃霧が晴れたんで、ああもう大丈夫だなと思ってね。まあ8時だから人も観光客もそんな来ないだろうと思って行って、飛ばしてルートを探してたら、いきなり観光客がえらい来てね、ドロンだドロンだって言って、見してください見してくださいって、もうえらい人が増えちゃってさ、これはダメだわと思って、もうそのまま下ろしてね、そのルートをさ確認しようと思ってね、それから2ルート確認したんだけど、いけないんだよ。2ルート確認したんだけど、ファントムのね
6-7メーター手前までしか行けないんだよ。そこからが行けないんだよ。もう人間技では行けないというね。両方とも行けなくて、で上からね見たら下に見えるんだよ。でね、じっちゃん、あのダイソーじゃなくてあれは何だった、どこ、この近くにさ、ダイソーでもない、セリアでもない、なんだあれは、があったんで、このフックをさ、 S 字フックを買ってきて、3本入ったのが100円だったんで、この S 字フックを3本こうつないでさ、いかりみたいにして、あと60メーターのさ、ピーピーロープがあったんで買ってきたんだよ。でこれで下だからなんとか釣り上げられないかなと思ってやってみたんだけどね、途中にこうちっちゃい木がさ、木の枝みたいなのがずっとあるもんだからさ、うまくいかないんだよ。でしょうがないんで、なんかルートないのかなと思ってね、もう下も崖だからね、6メーター、6、7メーターぐらいの崖だからさ、そっからはとてもじゃないけど、垂直だからさ、じっちゃんは鳥じゃないから降りれないよね。で、岩場だからさ、大変なんだよ。で、こうちょっと動いてね、こうずっと見てたら、岩の間をさ、水が浸食したんじゃなくて、その降った雨が流れてきてさ、その岩の間をさ、こうちょっと埋めてるんだよ。あそこまで降りれたらいけるんじゃないかなと思ってね。でまた引き返して、そのそっちの方に行ってさ、行ったんだけど、まあ両方さ断崖絶壁で怖かったね。でなんとかそこまで降りたんだけど、それででっかい岩がさ邪魔してるんだよ、そのファントムの方へ行く方にね。でああ無理だなと思って、ちょっとこうしゃがんで下を見た、ちょっと下が明るそうな感じだったから下をこうしゃがんで見てみたらさ、その水が流れたんだろうね、そこにその下に砂がちょっと溜まって、こう見たらさ、じっちゃんの腹をこすりながらなんとか通れるかなっていうようなさ、穴っていうかトンネルがあったんだよ。あ、もうここしかないよなと思ってね、そこを抜けたらファントムのとこに行けたね。まあでも帰りが怖かったね、やっぱりね。そこはね、日が当たらないとこでさ、岩に苔が生えてるんだよ。だからちょっと怖かったけどね、まあそういうことでね、ファントムくんの救出を1日かかってしまって、もう5時だよ、1日かかってね、ファントム3くんを救出しました。お家に連れて帰れます。よかったな、おい、お家に帰れるぞ。でね、もう大汗かいたよ、じっちゃん。大汗かいてさ、お風呂に入りたい、温泉に入りたい、温泉に入りたいよ。へいしり、近くの温泉。温泉を探しています。温泉がたくさん見つかりました。ここからすぐです。たくさん見つからなくてもいいよ。あ、3キロのとこにあるね。鹿児島はね、こういうのが便利なんだよね。ちょっと走ると温泉があるからね。これはあれだよな、ヤフーナビじゃないんだよな。これ何のナビが立ち上がるんだ。なんかナビがね立ち上がるけどね、よくわかんない。まあいいよ。行けさえしたらね。でどっちにどう行くの、どっちにどう向いてるんだ、じっちゃんは。よし、お風呂に行こう、温泉に行こう、温泉に行こう。ということでね、ご視聴ありがとうございました。ファントム3も無事救出できました。
それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。